ンライン道場現ナビゲーターの清水夏樹です。琉球空手の新業館下地道場にやってまいりました。本日は大城先生にご指導していただきます。行ってきます。武術というのは生活様式の中にものすごく影響されるんで、はい、それでこれをパッとこうってな感じ。そういきなり出てくるような感じでやるんです。打ったら次はこれであばらの林、これを突く。大城先生です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。楽しく稽古いたしましょう。はい、よろしくお願いします。ですね、茶谷屋の工作っていうのは、沖縄の、中部あたりに茶谷っていう村があるんですけども、はい、そこに商家の沖縄の王様の牧場があって、そこの管理人をしてた屋良という人に伝えられた方で、まあ、工作にはいろいろありますけども、工作の中では一番古い工作であるという人もいます。実際のところは、分かりません。この方の他の方と違うところは、こう真っ暗、枕でって言うんですけども、枕をしてるようになって、はい、で、まあ勘違いして髷を捕まえられたからこれを払うっていう説もあるんですけども、髷取られたらもう終わりで、髷を取られないようにする。はい、だからこれは棒から来た技で、棒を振った時の姿勢が、その空手の技はほとんど棒から来てますから、はい、この長段の受けも本当は棒をこう受けた形です。実際は手刀はこうしてここに力を入れてこれを伸ばします、曲げます。曲げていいですか。はい、指はくっつけません。人差し指が上にして、前にして、こうして中指を人差し指に近づける、薬指も近づける、それから小指も近づける、そしてこれとこれの間に髪が一枚入るぐらい、はい、でこうするとこれが締まる、こうすると手に力が入らない、はい、だから必ず指は独立させるけれども、こうやってる。これはなぜこうするかというと、まあなぜこうするかというと、茶谷屋の空産庫の中でこういうのがありますんですよ。あれみんな意味わからないでやってるけど、はい、実際はついてきたって手をこうやって、相手の指が開いたところでこう指を折ったんです。指を取る、相手の指をこれで折っていくんです。あ、ごめんなさい。はい、だからこれはここはここ肘は動かさないでこうするわけです。これ非常に大切な、そのいやこうです、こうファンブロック、あの扇風機みたいにこう、そうです。